お世話になっております、マサルです。今回は標準入出力とリダイレクトについて一緒に勉強していきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。この動画シリーズではたくさんのコマンドを入力してきて Linux を操作してきました。実はコマンドを操作するときには知らず知らずのうちに標準入出力の仕組みを使っているんです。標準入出力とは何かがイメージできるようになると、今回の後半で勉強するリダイレクトのイメージもしやすくなります。なのでまずは標準入出力から勉強していきます。先に結論からお伝えすると、標準入出力というのはプログラムにとっての耳や口のことです。そして後半勉強するリダイレクトとは、そのプログラムの耳や口の向きを変える技術のことを言います。今回も一つずつ実際に動かしながら説明していくので、一緒に操作できる方はやってみてください。今回もキラーコーダというサイトを使って実際にコマンドを試していきます。キラーコーダの使い方はこちらの動画で説明しています。参考にしてみてください。それでは標準入出力についてお話ししていきます。標準入出力とは、標準入力、標準出力、標準エラー出力、この3つに分けられます。標準入力とはプログラムにとっての耳だと思ってください。プログラムは通常キーボードからの入力に耳を傾けていて、キーボードの入力をもとに動作します。そして動作した結果を表示することを出力と言います。出力というのはプログラムにとっての口だと思ってください。出力は標準出力と標準エラー出力に分けられます。通常の出力は標準出力と言われて、処理された結果が画面に表示されます。もし動作する上でうまく処理ができずエラーが発生してしまった場合は、標準エラー出力としてエラーメッセージが画面に表示されます。それでは実際にキラーコーダを使ってデモをやってみたいと思います。まずキャットというコマンドを打ってみてください。過去の動画ではキャットコマンドの後ろにファイル名を指定することでファイルの内容を表示することができると説明しましたが、今のようにファイル名を指定しない場合はキャットコマンドが入力を待ち受けて標準入力からデータを読み取る動作を行います。先ほどの例で言うと、キャットコマンドが耳を使ってユーザーの入力を待ち受けている状態です。ではここでハローという文字列を入力してみたいと思います。エンターを押してみるとハローと表示されたはずです。今出力されたハローという文字列はキャットというプログラムの標準出力です。もう一度別の例でやってみましょう。現在キャットというプログラムが標準入力を待ち受けている状態なので、マサルという文字列をキャットというプログラムの耳に入れてあげます。キャットというプログラムはマサルという文字列を読み取って、標準出力としてマサルという文字列を画面に表示しています。まずはここまで標準入力と標準出力についてお話ししました。次に標準エラー出力についてお話しします。今一緒にキラーコーダを動かしている方はコントロールキーと C ボタンを同時に押してください。するといつものコマンドが入力できる状態になると思いますので、 ls-l コマンドを入力してみてください。キラーコーダ環境の方はファイルシステムというデータがあることがわかりますよね。では cd コマンドを使って存在しないマサルというディレクトリに移動してみましょう。 cd マサルを実行します。するとマサルというディレクトリは存在しませんというメッセージが出てきていますよね。これが標準エラー出力です。処理できなかった時に出てくるメッセージが標準エラー出力という形で cd というプログラムの口から画面に表示されているということです。
まずはここまで標準入出力についてお話しました。標準入力とはプログラムにとっての耳、キーボードからの入力を待ち受けます。耳から入った情報をもとに処理を行い、結果を出力します。出力というのは口から出すようなイメージですね。問題なく処理ができたときは標準出力として通常であれば画面に表示されます。もしエラーなどが発生してうまく処理ができなかった場合は標準エラー出力として画面に表示されます。では次にリダイレクトについてお話ししていきます。リダイレクトとは大なりと小なりの演算子を使って表現されますが、この動画では分かりやすく大なりの演算子のことを右、小なりの演算子のことを左ということにします。リダイレクトの基本として覚えてほしいのはまず3種類です。リダイレクト右で上書き出力、リダイレクト右、右で追記出力、リダイレクトの左でファイルからの入力です。このリダイレクトの技術を使うと先ほど勉強した入力と出力を変更することができます。実際に動かしながら説明します。まずは空のファイル、ファイル .txt を作ります。空のファイルを作るコマンド、皆さん覚えてますか？タッチコマンドですよね。タッチファイル .txt を実行して空のファイル、ファイル .txt を作りました。では次にエコーコマンドを使いましょう。エコーコマンドは入力した文字列を表示するコマンドです。試しにエコー、ハローと入力してみてください。画面にハローと表示されましたよね。これはエコーというコマンドの標準入力にハローという文字列を入れて、エコーコマンドが処理をして標準出力としてハローという文字列を画面に表示しています。そしてここからがリダイレクトのお話です。右を使って標準出力先を変更してみましょう。試しにエコーハロー右ファイルドットテキストと入力してみてください。実行します。するとハローという結果が画面に表示されなくなりましたよね。ではハローという文字列がどこに行ったかというと、ファイルドットテキストの中に移動しています。リダイレクトによって標準出力先が画面だったものがファイルドットテキストに変更されています。ではキャットコマンドを使ってファイルドットテキストの中を表示してみましょう。キャットファイルドットテキストハローという文字列が入っていますよね。リダイレクトによって標準出力が画面ではなく指定したファイルに変更されたことが分かりました。リダイレクトの右は上書き出力なので、ハローという文字列がファイルドットテキストの中に入って上書きされたということになっています。では次にリダイレクト記号の右右を試してみましょう。右右は対象ファイルに対して追記をするリダイレクトです。ではエコーワールド右右ファイルドットテキストを実行してみましょう。実行するとワールドという文字列は表示されませんでしたね。ではキャットファイルドットテキストでファイルドットテキストの中身を確認してみましょう。先ほど実行したハローの次の行にワールドという文字列が追記されていますよね。リダイレクトの右右は対象のファイルに対して追記をするということを覚えておきましょう。そして次に紹介するのは左のリダイレクトです。このリダイレクトは入力を指定する方法です。これまではキーボードから標準入力していましたよね。左を使うとファイルの情報を標準入力として利用することができるようになります。例えばキャット左ファイルドットテキスト、こちらのコマンドを実行してみたいと思います。するとハローワールドと表示されていますよね。こ
これはキャットというコマンドに対してキーボードからの入力ではなくファイル .txt の中のデータを標準入力として利用した結果、このような出力がされています。このようにファイルの情報を標準入力として利用することによってたくさんの情報をキーボードから入力する手間を省くことができます。左を使ってファイルの情報を標準入力に利用することができるとなんだか便利そうですよね。それでは最後に穴埋め問題を使って今回学んだ内容を振り返っていきましょう。今回は標準入出力について勉強しました。キーボードなどからの入力を待ち受ける耳のような機能のことを標準入出力では何と言いますか？この機能のことを標準入力と言いますよね。標準入力を受け取ってエラーなく処理できた場合の出力のことを何と言いますか？この出力のことを標準出力と言いますね。では処理をする中でエラーが発生してしまった場合の出力を何と言うでしょうか？エラーが発生した場合は標準エラー出力ですよね。いつも当たり前にコマンドを使って操作をしていますが、細かく見ていくと標準入出力をうまく使って Linux を操作しているということがわかりますよね。そして今回はリダイレクトについても勉強しました。リダイレクトは大なりと小なりの演算子で表現されますが、この動画ではわかりやすく大なりの演算子を右、小なりの演算子を左と表現しましたね。ではリダイレクトで上書き出力をしたい場合はどのような演算子を使って表現すればよいでしょうか？リダイレクトで上書き出力したい場合は右ですよね。ファイルを指定すると出力先を対象のファイルにすることができます。ではリダイレクト右右を利用するとどのような処理をすることができるでしょうか？リダイレクトを右右にすると追記出力をすることができます。リダイレクトの右は上書き出力、追記したい場合はリダイレクトの右右を利用しましょう。そしてリダイレクトの左はどんな時に利用しますか？リダイレクトの左はファイルから入力したい時ですね。通常はキーボードから入力しますが、ファイルの情報を使って入力したい場合はリダイレクトの左を利用します。それではエンディングトークです。今回は標準入出力とリダイレクトについて一緒に勉強しました。標準入出力を勉強するとリダイレクトもイメージしやすくなりますよね。リダイレクトはいろんな場面で出てくる技術なのでしっかり覚えておきましょう。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが孤独で寂しい、周りに質問できる人がいなくて困っている、職場以外のいろんな方とも交流してみたい、そんな方におすすめしたいオンラインコミュニティです。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、 Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年7月のスケジュールです。 Linux の勉強会はもちろん CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会、コミュニティメンバーで富士登山に挑戦したり、様々なイベントがあります。勉強仲間を作りたいという方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。